皆様こんにちは。絵画骨董買取プロ集華堂金子でございます。集華堂では、絵画骨董買取プロでは現在、鴨井礼先生のお作品の買取を強化しております。鴨井礼先生と言いますとですね、あまり知られてないんですけども、実はあの金沢県、石川県の金沢の出身でございまして、現在の金沢美大の前身ですね、に、金沢市立美術工芸専門学校を卒業されておられます。ここで宮本三郎と出会ってですね、以来薫陶を受けて、二期会を中心に活躍することになるんですけども、ただ非常にですね、シュルレアリズムですとか、そういった海外の傾向も非常に強くてですね、パリに渡ったり、あるいは、スペインを訪問したりですとか、海外にもよく足を運んで影響を受けた作家でした。なかなかこの人間のですね、明るい表情というのはなくてですね、鴨居の作品にはどうしてもおじいさんですとかおばあさん、あるいは頭の薄い老人のですね、酔っ払いの絵とかですね、そういった人物が多いのが特徴でして、あとこの作品もそうですけども、黒のこの月の周りをですね、赤く塗ったり、あるいは、教会なんかでも本当に綺麗なブルーに塗られたものがありますけども、非常にセンセーショナルな色彩感覚を持って描かれております。そうした人間に対するどこか慈悲といいますか、その哀れむような思いというのが鴨居の作品の特徴でして、それが現代の今の私たちの世代も含めてですね、非常に強いメッセージを受け取る大切な描き方になっているようかと思います。鴨居礼、今非常に人気がございますので、お手持ちの作品を心当たりございましたら、ドローイングでもパステルでも結構です。油絵もっといいと思います。高く評価しておりますので、ぜひお話しいただきたいと思っております。絵画骨董買取プロでは鴨居礼先生の作品を探しております。もし評価させていただけるようであればですね、どこにも負けない強い評価を出していきたいと思っておりますので、ぜひ私どもで一度評価をさせてください。よろしくお願いします。お待ちしております。